さや、戦って。無理はしないで、さや。さや、戦って。無理はしないで、さや。さや、戦って。キルキルキル。
をつけて。さや、戦って。さよ、気をつけて。さよ、戦って。さよ、気をつけて。さよ、戦って。無理はしないで、さや。さや、戦って。
無理はしないで、さや。さや、戦って。さよ、気をつけて。さよ、戦って。さよ、気をつけて。さや、戦って。
無理はしないで、さや。さや、戦って。さよ、気をつけて。セーブですね。あなたが望むなら。さや、戦って。無理はしないで、さや。
さや、戦って。私がやらなきゃ。おい、こら！お前ら鞘に何した！さや、戦って。無理はしないで、さや。
さや、戦って。無理はしないで、さや。さや、戦って。無理はしないで、さや。
着いた？今、マンションの前だよ。じゃあ38階に来てね。エレベーターの前で待ってるから。うん、わかった。セーブですね。あなたが望むなら。よかった、やっと会えた。もう一生会えないかと思った。超嬉しいよ。それより彼氏紹介するね。すっげーかっこいいんだよ。こっちこっち。ちょっと待って、さや、早く。ねえ翼、聞いて。紹介とかじゃなくて私の話を聞いて。何？何マジになってんの？熱くなんないでよ。引くよ、そういうの。話合わせてりゃいいじゃん。こっちが紹介するって段取りなんだから。さや、おかしいよ。翼まで、私、信じてたのに。バカじゃない？ああ、うっざ。へえ、かわいい子だべ。お前の友達？この子はダメ、親友なんだから。手出したらマジで怒るから。それにさ、簡単に手出すと後が怖いよ。すっげえ重いから覚悟しないと。それ勘弁だべ、かったるいわ。お前くらい楽じゃねえと持たねえよ。実際問題何かとよ。あなたも抑止なのね。え？さや、どうしたの？おいおい、お前、何連れてきた？こら、褒美じゃん。褒美って何言ってんの？永遠の快楽が手に入るんだよ。やっべえ、超興奮してきた。ちょっとやめてよ、何なの？あんたまで怪物になっちゃうの？怪物じゃねえべ。抑止って生かした名前があんだよ。もう信じない。誰も信じない。許さない。絶対に。さや、怖い。許さない。
切る。もしもし、さや、ごめんなさい。私が悪かった。私孤独なの。ずっと孤独だったから、すぐに男のぬくもりが欲しくなるダメな女なの。さやを傷つければ少しは楽になるって最悪でしょ。でもね、さやには本当の私を知ってもらいたかった。こんな醜い私でもまだ親友だって思ってくれるかどうか試したかったの。けど何なの、みんな化け物になっちゃって、もうわけわかんなくて。翼、許してもらおうなんて思わないけど、本当にごめんなさい。うん、もし許してくれるのなら学校に来て、サヤと会ってまだ一日だけど、二人が会った記念の場所だから、そこで待ってる。